はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。実は昨日ですね、ちょっと出かけてきまして、とある自民党、地方議員とお話ししてきたんですけど、まあ、前からお知り合いなんですけれども、この方ですね、自分のやり方で当選した後ですね、まあ、有能なもんですから、自民党さんに、こっちへおいでよ。ちょうど引退する人いっからみたいな感じで、まあ運も良く能力もあって今は自民党って方なんですけれども、まあ次の選挙はですね自民党のやり方で、選挙やるらしいんですけど、自民党の選挙は根性とか気合とか大事なんだって。もう朝から晩まで頑張ってみたいな、引退する議員の縄張りと名簿を譲ってもらったと、その名簿には1800人の名前が記載されてたんですけど、その引退する先輩議員からですね、1ヶ月で1800人訪問しろって言われたんだって。無理っす。1日60件もオタク訪問できるわけないじゃない。それにいきなり行ってもさ、事前連絡なんかできる数じゃないですから、いきなり行って、まあ、いるとも限らないしね。でも無理って言えないで、まあ笑ってましたけど、まあ、すごい賢い方なんで、まあ、自民のですね割と納金な体質にご不満がある模様だな。いや大変っすなーって。でもいいこともあるんですよ。地域の集会とかお祭りとかな、ボランティア活動、ゴミ拾いなんかに行ってもですね、自民党ですって名乗れば誰こいつって目で見られて居心地割らなくならない、っていうブランドがメリットがあるんですけれどもね。その代わりですね、名簿地盤を引き継ぐ代わりに、そのあんたは何々町と何々町ねみたいな、そこのね市役の縄張り決められて、そこ以外では政治活動できない。その場所から外れた場所は他の自民党議員の、縄張りですから、まあややこしいいろいろなことが あるみたいであります。ですがその方の話だと越境して自分の縄張り荒らされるんですよ。自分のねポスターの、自分のポスターの上から他の自民党議員のポスター貼ってあったとか笑って言ってましたけれどもね。そっか、なかなか自民党の地方議員って大変だなって。あとねその方でもう10歳も下の先輩議員から怒られて、そのうち慣れますけど、まあ理不尽な思いも結構なさってるみたいで、なかなか興味深い話聞けたなーって。例の朝日新聞報道、札幌で杉田水脈やめろデモ、呼びかけ人は17歳男子高校生、共産主義者、アイヌでゲイ、例の情報多すぎだろ、属性盛りすぎだろっていうのの報道の写真がこちらであります。ドイツがその17歳の、アイヌでゲイで共産主義者なんだか知りませんけれども、こちらの写真が朝日新聞報道では使われましたが、まあ全国版でしょうね。有志が後ろから撮った画像はこちらであります。もうすっかすか、すっかすかのすっかすか、まあ10人ぐらいしかいませんね。こんなのね、四季島会の方がもっといだわっていう話。毎回20人以上は集まってくれて、まあ反省会毎回やってたんですけど、まあやっぱ20人ぐらいだったもんな。四季島会、の方がもっといだわな。メール党員限定の懇親会の方がもっといますよ。いましたよ。そういえば12月29日、メール党員限定で、懇親会、行いますんで、ご応募よろしくお願いいたします。取り繕っても、何でも SNS でバレる時代でよかったな。これネットもなくて SNS もなかったら、この写真が全国報道で、まあこんなもんだ、みんなに思われてた。後ろから撮って、あ、こんなスカスカなのか、10人もいねえわなってバレなかった。まあいい時代でございます。こんなの事前に教えてもらわなければ察知すんのこんなんですよ。こんな小規模集会さ、やっぱ朝日は仲間、もしくは主催者、こういうのやったらどうって朝日新聞が勧めたのかもしんねえのね、これね。盛大な NHK スクランブルデモは
一切無視するくせにね、たったあの10人以下の集会はこうやって全国報道するのが朝日新聞、いうことであります。分かってっけどね、知ってたけどね。12月6日、昨日か、昨日、共産党は暴力革命目指してるやべえ連中、従来通りの閣議決定、まあ従来の方針変えない、毎度のことですが、まああの共産党は革命目指すやべえ連中、小池晃初期局長、事実無根だ、口頭無形だ、なんて反論しておりましたけど、どこがどうって話、ネットの話、国民の敵、事実ですし、公安監視対象が何か言ってる、抜けた議員さえ脅迫してるでしょ、してるんだって。地方議員でたまにあの板橋区あたりで抜けた議員とかいるんだけど、共産党からあの抜けた後嫌がらせとか脅迫すごいんだって。これね、カルトの特徴なんですよ。抜けた人間に対して嫌がらせとか、難癖とかなんかあの脅迫とかするの、カルトの特徴。他のとこは、まあ、猿もの追わずで、あ、そうなんだ、抜けんだ、じゃあ、元気でね、言うのが普通の団体であってね。まあ、N 国党、N 党なんかにも、抜けた時私散々嫌がらせの電話、信者から受けましたけれども、あそこもカルトだわな。まあ、カルトの特徴を満たしてるわな、思っております。まあ、そう思われる実績は十分でしょ。有事に何をしでかすか分かったものではないカルト団体。まあカルトなんですよ。N 党も共産党もカルト。公明党はそのまんまだわな。共産党は統一教会よりははるかに危険。っていう意見ね。パヨ理論だと疑われた方が潔白を証明しないといけないんじゃなかったっけ。これで森かけ桜で3年騒いだんじゃなかったっけ。疑惑は深まったんですよね。事実無根だ、口頭無形だって言うんだったら、どこがどう事実無根で、どこがどう口頭無形なんだか、根拠を示して、小池晃は説明しないとさ、ただ怒鳴ってるばっかりでさ、豊島区委員会でもありました、私が共産党はこういう党ですって、言ってる時にですね、議場で、小林っていう共産党議員、女性なんですけど、事実無根とか言って、そればっかし言って、どこがどう事実無根なんだかは言わない、説明できる。共産党チラシによると、綱領を読んでみようっていうチラシ作って参ってたんですけど、革命を起こそうって明記されてますよ。共産党のチラシ、笑っちゃうの、この赤丸で、囲んだところ、革命を起こそうって明記してんじゃん。おまけにですね、日本共産党は綱領を大切にする党です。綱領に革命って書いてあって、その綱領を大事にするっちんだから、なんで事実無根で口頭無形なんだかさっぱりわかんねえなーって自分で歌ってんじゃんか。共産革命はなんで危険なのか、ということなんですけど、カール・マルクス、共産主義革命は暴力によって成し遂げられる。レーニン著、国家と革命、1917年、平等な分配のためには富の集約が必要であり、そのためには暴力装置が不可欠である。暴力装置って言葉出てきましたね。これ戦国義人っていう前の法務大臣も使ってましたけど、暴力装置、これ左翼用語でね。共産党は平等な分配ばっかアピールしてますけど、その前に必ず必要となるですね、富の集約イコール共産党による完全収奪を決して言わない、隠してる、むしろそれが必要なことも絶対言わない。言われたら、指摘されたら、否定、そんなことはない、デマだ、とか言って怒鳴るし、政府もですね、共産党が暴力を得たら、すべての人からすべて奪うんだ。だから危険なんだ。って言えば分かりやすいのね。まあこれ、豊島区委員会で言ったら、47年ぶりに懲罰委員会開催祭りになっちゃいましたけれども、まさに真実ほど人を傷つけるだな。論より大声嫌がらせ、最後は暴力そのものだなーって、納得、感心、いたしましたけれども、その共産党の
下部組織といっても過言ではない日本学術会議、菅政権の任命拒否から腐りきってる内部がバレにバレまくってですね、国と切り離して独立法人しろ、自民党内部から意見相次ぐ、それでですね、改革しなくちゃなんねっていうことで、どういう感じで改革をするかっちゅうのが発表になっておりました。外部評価委員の権限を強化する、会員による次期会員推薦を第三者が審査すると、こういうふうに2点、法改正する方針、まあうまく改善できるのかな。まあ今まで内部でやりたい方でしたのを外部の監視入れるわいうことらしいんですけどね、これ次の会員を今の会員が推薦して決めるって共産党方式ですよね共産党式、宮本賢治が推薦して不破哲三が代表になって、その不破哲三が鶴の一声で C 和夫に決めちゃって、今誰も下がらない共産党方式ね、ネットの話、禅譲はいかんでしょって話だな。完全に既得権だしな、推薦したやつを任命しないと切れる凶暴な連中だし、仲良し同士でパス回し、すごい制度だったんだな。互助制度で自分たちには縁がないって若手の学者から批判されてたし、特権と勘違いしそうな制度だな。一遍全員リセットしろ、これ賛成私。税金じゃなくて自前で運営しろ、パヨの食いぶち、税金じゃなくて自前で運営できんじゃないの。日本を代表する210人の学者さんたちなんだから、お金もいっぱい入ってくんじゃないの、優秀なんだから。毎日新聞、法改正に対しては政府から独立して運営されてきた組織の在り方を変える恐れがあるとして、学術会議内部から警戒感を示す声が出ている、これはもっと文句言って抵抗してほしいっていう毎日新聞の願望ですね。船の燃費良くする研究とかも軍事研究だっつって大学に乗り込んでまで潰してましたし、完全に反日組織なんだよな。最初にですね、民営化させろ脅しといたからですね、それよりはってことで反対意見はないか少ないかと予想しますけれども、最初にガツンと脅しといたのが良かったよね。会員数は210人、3年ごとに半数改選らしいんですけど、法学者だの憲法学者だの文学者だの必要が、全員クビでいいんじゃねえか、国家を発展させるっつんだったら理系だけでいいんではないか、理系だけでって私思うんですけどね。なんで文学をの研究を税金で助成してなんで発展するのかなって気もするんですよね。私の長年の疑問であります。なんで経済学部って文系なの、なんで財務省は東大法学部だらけなの、これ文系ですよね。金の流れについての学問だったら数学的思考が必要じゃないのか、経済学部は理系であるべきじゃないんでしょうか、あと財務省も理系であるべきじゃないんでしょうか。最近ではですね、コラボっつ NPO 法人の不正受給が問題になってるみたいのようです。なんか活動が不透明だ。何千万も東京都から税金補助されてるのになんかおかしいっていうことで、話題になっておりますけれども、学術会議ともどもこの調子でですね、共産党の手足をもいでいってたな。日本から共産党が消えればもっと経済発展するし、暮らしも豊かになるし、少子化も解消されると思うんですよね私。共産党の次は財務省を倒せって話になりますけれども、10兆円まで、防衛費増やしますっていうのについて、中国共産党、地域の安定が憲法違反が騒いでましたけど、年間軍事費26兆円のお前が言うなって大好評を博しておりました失礼しました。肺がんやってからたまにこういう咳が出ます。中国共産党のスパイ蓮舫さん、自分もなんか
分かったふうなこと言わないって、足りない脳みそで考えたんだがなんだか、国民一人当たり4万円の負担増が、4人家族で16万円がーって、投稿しておりまして、ネットの反応です。そういうのいいから戸籍見せろいい加減国民一人当たりっていうのをやめろ、10% に消費増税決めたのはあんたらだからな、国会に一度も出ずに報酬もらってる議員の追及もしてください、これガーシーのことですかね、宗教法人に課税すればいいよ、国の存亡に関わる問題だぞ。埋蔵金はどうした？ああ、埋蔵金、懐かしい。安全保障は全てに優先する。10兆円の男女共同参画予算を廃止で予算捻出と。10兆円1億人。まあ、これ納税者1億人ぐらいいんのかな、いうことで、まあ、割ると、まあ、10万円ですね。軍事費10兆円に増やした。1億人。まあ、今は5万円なんですかね、じゃあ。ところが、住民税免除世帯はそんな払ってないんだよな、実は。これ平均で10万円ってことであって、大部は払ってねえから、我が豊島区は独居高齢者65歳以上率が世界一、なんと世界一、人口密度も世界一っていうちょっと特殊な区なんですけれども、住民29万人中、実にですね、10万人が住民税免除世帯であります。そんなね、他で、こんなだったら、とてもとても自治体崩壊じゃねえの、夕張市みてえにって思うんですけれども、年金世帯がほとんどだと思われますけれども、なんせお一人暮らしの高齢者が多いから、年金世帯だと、まあ、住民税免除だわな。よくやってけんな、豊島区な、池袋周辺に会社がいっぱいあって、法人税払ってくれるから、なんとかなってるってだけでね、この10万人は負担してない。そんなね、一人10万円も軍事費。蓮舫の狙いはですね、低所得者に10万円も取られるよって不満を煽ることなんだろうけど、そうではないんだな。10万円一人、負担してる人は、推定ですけど年収が900万円から1000万円付近の人です。ここら辺から、受ける恩恵よりも払う方が多くなるっていう境目がこの辺。法人はもっともっと負担して低所得者の分ね、負担してますよ。蓮舫は、まあ、そんなこともわかんないで、投稿してんだろうな、多分。騙す気も何にもなくて。国民一人当たりの軍事費負担なんですけど、米国、約28万円。高え。日本は10兆円に増やしても10万円。これ、1ドル134円換算でね、今の。オーストラリア、英仏は約16万円。韓国、約14万円。一人当たり。日本はですね、10兆円になっても10万円と。他の国は大変だな。特にアメリカ。まあ、アメリカの場合ですね、世界最強ってことで、石油の取引をドルでやんなくちゃダメっていうことをご利用しして、まあ、中東にもしょっちゅう行って干渉して、で、石油に価値がある限りは、ドルに価値があるみたいにして、基軸通貨つって、まあ、それがですね、経済を支えてるものですから、これ、いたしかゆしで、軍事が揺らぐと、強さが揺らぐと、ドルが揺らいでしまうっていう、いたしかゆしの面がありまして、大変なんですよ。韓国は、北朝鮮と休戦してるだけなんだから、戦争中なんだから、もっと頑張れよな。一人当たり14万円って、なんで、だいぶアメリカさんのお世話になっちゃってんじゃないですか。アメリカ人はこれちょっと言った方がいいんだねな。うじらにばっかり払わして、休戦中なのに、言ってさ、4万円の負担増、いやいやね、男女、三角予算、10兆円削って回せばいいっすよ。どうせコラボとかの食いぶちになってるだけだから、精査して調査してバンバン減らせって、安全保障は全てに優先されますよね。平和、国の大事ですよね。
国家あっての生命財産、国家あっての人権、国家あっての経済発展、国家あっての豊かな暮らしですよ。そんなのはあのウイグルとチベット見たら一目瞭然ですよ。というわけでメール党員さん大募集であります。たまに党員限定の懇親会なんかもやります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。